どうも、動態視力研究家の石力動太と申します。本日はですね、こちら、ザ・ファースト本編シャープ 8-1 と 8-2 合宿クリエイティブ審査序章の方を見ていきたいと思います。ということでね、前回でついに三次審査の結果が出まして、いよいよね、合宿に進む15人が決まったということで、ここからは合宿編見ていきたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。ということで、早速見ていきます。ピーポーインサイド。はい、ということで、では早速、シャープ8-1見ていきたいと思います。では行きます。3、2、1。3次審査を通過した15人には、4次審査、合宿審査に参加してもらいます。場所は、山中湖のほとりで、いよいよね、合宿ですね。ご飯を食べる以外は、いや、もう15人ですからね。音楽と真摯に向き合って、本当にもうここからはよりおのおのにスポットライトが当たっていくと思うのでね。いやデビューするにあたって自分が求めている力、クオリティ、クリエイティビティ、ちょっと今はね、まあレイコ君とかにはめっちゃ注目してて、レイコ君が選ばれた時もねめっちゃ感動したんですけど、まだ全然メンバーを把握しきれてはいないで、まあちょっとスカイハイさんをね、スカイハイさんについてのコメントをすることが多いんですけど、まあだんだんね人が少なくなってきたら、より皆さんへのね思い入れも強くなると思うんでね。いやー、こっからどんどん感動していくんでしょうね、皆さんのコメントを見る限り。いやー、本当に始まった、ついに。自主練習スペース。すごいな。Gネクスト。そういうことをします。はい。あと、ちなみに俺の居住スペースはここの2階になります。はい。すごい、そんなあるんだ。え、あ、ここでってこと？この曲？そうなんだ。この曲が。この曲もミュージックビデオとかあるのかな？この、あれなんかな？オーディションの映像とかなのかな？見たいな。この時初めて聞いたんだ、みんな。合宿にあたってのプレゼントが
なんだろう。水筒？うえぇ、ー、いいなぁ。レイコくんだ。いや、レイコくんマジで可愛いですよね。3人部屋なんだ。年少組の部屋じゃん。楽しそうだな。練習とかオーディションとかはしんどいんだろうけど、あ、本当いい思い出ですねこれ。していくんだ。どんな感じなんだろう。みんなのこの素の部分見るの初めてだから面白いな。こんな感じなんだ。いいね。いいけど。レオ君こんなキャラなんだ。明るいな。ソータ君も意外にこんな感じなんだな。丸三角形
バキ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 、もうダメだ。ファンになりました。ご飯とかもそらそうか、みんな一緒に食べるか。うわこれでどんどん落ちていくんでしょ。いいなバーベキュー、お肉食べたい。おいいお肉だ。うわいいな、お肉食べたい。これ深夜に撮ってるんですよ。うわ明日起きてから見たらよかったかな。いいな。企業としてはライバル関係を強める前に、彼ら自体の仲が近くならないとうまくいかないプログラムだし、プロジェクトなので、初日に彼ら同士が心を通わすっていうのができるかどうかっていうのは、いいな、すごい思い出だな。割と叶ったように思えたのが良かったですね。これから厳しくなる一方だから、せめてだからこそ楽しんでほしいとかありますね。白い息出るんだ。すごい、なんか今まで感じたことのない一日で、まあ、なんかみんな楽しそうにしてて、すごいいい雰囲気だなって思って、よかったです。全体的にも楽しみました。こう今まで話したことない人たちとも同じこう夢とか目標も持っているので、すごくこう打ち解けるのにそんなに全然もう時間かからなくて、すごくみんなと仲良くなりました。一人の人間としても成長できるように頑張っていきたいと思います。まあすごいみんなの人柄もやっぱり改めて感じたこともいっぱいあるし、こういう子なんだなとか、なんかそういうのがすごく一日でだいぶ分かったなっていう。まあこれからね、いろいろこう厳しい環境の中だったりとか状況とかも変わっていく中で、いろいろお互い変わっていくかもしれないですけど、まずはでもとりあえず人となりみたいなものを今日知れてよかったなとは思ってます。どんな課題があるとか全く知らされてないので、めちゃめちゃワクワクしてるし、ちょっと不安な部分もあるんですけど、まあ、一日を楽しめていけたらなと思います。今日は楽しんだばっかなんで、この楽しい気持ちのまま寝ようと思います。冷たい。ちょっと明日からここでレコーディングをしていくので、それの簡易スタジオ作りですね。楽しみだな。すごこのタイミングで BMSG にかけてくれた子たちに失礼あってはいけないから、できる限り頑張りたいですね。燃えてきますね。燃えてくる。もういよいよ始まるって感じですね。じゃあ5人落とされていくってことか。
回目の審査会が9日後か審査会を経て3名がこの中から脱落する形になります。脱落する人数が少ないのも結構来るな。オーディションではない審査内容、そして何よりも大事な育成プログラムだと思ってます。審査用に用意したトラックに作詞と作曲なんだけど、要はメロディーだったりココアラップだったり、ダンスの振り付けコレオグラフまで、まあ、要はもう楽曲を一曲まるっと自分たち主導で作っていくっていうのが、まあ、このクリエイティブ審査です。バンドキャンプとマークスの2人です。よろしくお願いします。すごっ。怖い。じゃあ部屋は一緒だけどラップが得意である、チームは違うみたいな。それから作詞作曲ライティングの経験がある。それからダンスが得意であったりコレオグラフ振り付けを作る能力がある子、全てにおいて未経験の子っていうのを、バランスが取れるように振り分けたと思います。音楽を通して、こういう風な空間を僕たちが作ったら面白がってもらえるんじゃないかっていうのを彼らが考えてくれたらいいなと思ってます。なんか面白いな。またね、三次審査とはまた違う子たちとグループでっていうね。結構分かれてますよね。ある程度軽いさ動きは。まあ普通に聴いててここの部分をもうサビにしてしまってもいいし、逆にこれはイントロとして彼らをダンスしてもいいし、少し展開が変わってこう静かになったら「ダラッテナ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 」って歌ってもいいし、逆になんだろうね。I said I'm better now, I guess I'm better now, I said I'm better now, I'm better now, I'm better now ってラップしてもいいし、全てが自由です。こうピアノの中のこう、まあ、普通だったらここは、とかこう歌いたくなると思うんだよね。逆に、いや、これ静かになってるけど、I said I'm better now, I'm better now, I said I'm better now, I'm better now って熱くラップしてもかっこいいんじゃないっていうチームもいてくれたりするといいなとか思います。いや、音楽作るってすごいよな。僕もね、自分の YouTube で軽く作詞作曲みたいなことやったことあるんですけど、音楽の知識ゼロだとね、本当に意味わかんないんですよね、ああいうのを見ても。このビートみたいなのにいろいろしていくってことです。なんか明日は晴れるさみたいな、なんかそういう能天気な歌、
がめっちゃ赤いそうな、希望的な、希望的な、どんなやつ通勤前とかでも聞きたくなるやつ、いいね、一日のね、自分の中でスタートでもうチャリこぎながら聞きたくなる、起きて気持ちいい、それいいかもね、なんか自分の一日始まりのテーマソングみたいな、そう、チーム A みたいな、うちがイエーイ、イエーイ、こんなイエーイ、最初の頭の寝を組んだな。でこうなんか楽しくて、めちゃイメージ。でこうなんか。あ、できました。ここはメロディー。いやラップでもいいと思う、なんか。頭に出た。いやいやいや。レオ君すごいな。もう明るすぎる。太陽みたいな人だな。あそこどうする、そのラップするかセットしないで一言でみんなに感想を言いながらねーって感じにするか、どっちだろうな。憧れるわこんな人。いいの、でそこと、あとテーマだ、テーマバスだ、晴れでいいか、誰かやる、やります、やろうよ、宇宙宇宙で、じゃあ先にこれがいいと思います。明るすぎだろ。これけどマジで音楽未経験だったら未知だし、言ってること理解できないだろうな、理解できないというか疲れる疲れるのは疲れるでしょうね。楽しいけど絶対みたいな、すごく楽しくて意外とみんなでポン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 アイディアを出し合ってできたのがすごく良かったなって思いますし、なんかすごく本当にこの3チームの中で一番いいものができそうだなっていう風に感じてますね。マナとはライティングの経験があるからマナとは引っ張るかなと思ってたんですけど、まあ、ビッグシャレオがみんなでいる時必死のムードメーカー的なポジションをそのままにクリエイトとしてもリードしてたんですよね。メロのアイディアとかも一番出してたし、一番アイディアあったし、それが一番びっくりしました。ここは大輝くんがいるからな、大輝くんやばいからな。似てるな、すごいな、そう考えたら音楽ってめっちゃ面白いですね。このなんて言うんでしょう、こういうリズムだけで
イメージがみんなに共通するような、いやかっこいい、ワンデなかなかね、こういう視点で音楽を見ることも普段は、ね、ないから楽しいですね。まあけど、あの音楽用語出てきた時はね、どういうことだとはなりますけどね。メロな感じが何か教えてほしいな。まあ翔太くんはあれですもんね、もうアーティストとして活動してるからやっぱり。レイちゃんのこのラインとか歌声は最高だから、これをこういう場所でこうやって活かそうみたいな。でそれにこうするに大気が、俺実はこういうことに今回自分が挑戦したいから、こういうとこでそれ やられたら引き立たないかなってアイデアが出せて、素晴らしい。皆さんのどういうバイスを出すのを聞いてみたいな。ちょっと自分の実験できる、そうそう、風呂に入ってると思った方がいい、はい。シュント君も作曲経験あるんだ。やっぱけど歌うまいな、レイくん。マジ可愛いな。信じられないくらいのメロディーセンスを持っていて、みんなびっくりしました。初めてでしょこれがっていう、曲作るの初めてでこういうラインができるのっていう。でそれをなんか喜ぶみんな、最高だぜレイちゃんって。クリエイティブファーストです。完全にクリエイティブファースト、クオリティファースト、アーティストファーストを体現しているチーム C の今回の曲は、なんかザ・ファーストそのものと言っても過言ではないかもしれないって1日目の段階では思ってます。俊介か、ジュノン君もね、コメントで教えていただいたら、結構ダンスと歌未経験な感じで。
ここで動けるのは素晴らしいことですよね。けど分かるけどな、ちょっとシリアスな空気だったかなと思う。自分が作るときってやっぱ一人っきりなときが一番やっぱ集中できるっていうか、絞り出してっていう風になんか変えちゃってたんで、そういうとこがやっぱり弱いなと思いましたね。いざそういう、はいちょっとじゃあなんかやってみてってなったときに力抜いてバーってできないっていうのは、まあ、反省点だったっていうのはあるんですけど、りょうきくんすごいな。しかもね、こういう時ほどね、動き出す人が動き出しにくいんですよね。続く雰囲気だとね、動き出しやすさはあるんですけど、そこでこんだけ動き出せるのがすごいな。難しいな。その後に最後にスカイハイさんがどう感じてるかが聞きたいな。宿題を今日作った方がいいね、そういう誰がどこを作るのかで、明日のプリプロの時にこういう風にしてみようと思うんだけど、で歌詞ありでもしなしでもいいから、あーいいねとか、あーとか、なんか そういうなんか宿題を作っちゃいたいね。そうですね、どう動けばいいのかわからない状態だからこそ、そのみんなが一つ一つの意見を聞き入れて、なんかやりきれなかったところがちょっと心残りはありますね。正直ついていくので精一杯というか、後半はもう話いや、そうなんだよな、ジノン君とかね、共感してで精一杯になっちゃって、僕も未経験だから、あまり自分の意見が出せなかったので、僕も見ていけなかった、僕は参加してないですけど、まあ、どんどん自分の意見を出していけたら、いやすごいけどね、出してたらめっちゃウェカみたいだな今の、カットで歌い分けとかリーダーとか本人たちが決めてくれればいいと思っていたんですけど、そうしたかったんですけど、明日はだから少しチーム B の面々は体制を整え直してほしいかなと思います。はい、ということで、シャープ8の1終わりました。ピーポーインサイド。はい、ということで続いてシャープ8の2見ていきたいと思います。3、2、1。合宿では僕も彼ら15人と寝食を共にしようと思ってます。彼らと一番近いところで彼らが音楽に向かっていくところ、覚醒していくところ、成長していくところ、それをガイドしたり、直接見たりしたいからです。あと自分も彼らに信頼される必要があると思ってます。僕は彼らを審査する立場だけど、同時に彼らに評価される側でもあると思っているので、しっかり気合い入れて1ヶ月臨むと思ってます。すごいな。なんかさっきのね B チームの話ですけど、まあ本当ジノン君とかはね未経験っていうところで、で結構多分ね、こういう方々って言ったら語弊あるかもしれないですけど、こういうプロの方々とか音楽に関係してきた人たちって結構悪気なく、結構素で
専門用語使うと思うんですよね。それが多分ね、初心者がついていくの難しいですよね。まあだからこそちょっとレイコ君はすごすぎたけど。けどあれもチームの雰囲気っていうのもあるしな、難しいですね本当にこれ。レオくん、お腹に来てます。うわー、燃焼組はしんどそうだな、やっぱりね。体っていうところはどうしても劣るからな。大輝くんもこれだけはしんどいんですよね。考え方とか音楽的才能とかはあれでも。うわすごい、45分踊りっぱなし。すごいなぁ。あ、今日翔太くん結構楽しそうに。飲み込み早っ。レイコくんすごいな、マジ。けどあんなんね、棒ある家じゃないと怒られるよ、近所。レオくんすごいんだよな、マジすげえわ。
ト君歌うまいな。歌うまい。アラブの人に任されて数秒しにきばかり取られる。めっちゃよかったよ。いや、俺めっちゃ好きですけど。はい。じゃあここは確定でいくわ。ダンスパート前まではリリック結構みんな抑えてて、あとメロディーもあると全体的にもう、はい、できてます。マジか。はい、近い。取っちゃうできてるのだけ、とりあえず、あのその歌詞入ってないとこだけ15みたいな感じ。あ、いいよいいよ、もちろんもちろん。はい。Oh, Benjamin, I bet that でも必ず迎えるエンディング。宇宙に似た身も全て飛ばして、I feel better。バッチリだね。うまいなぁ。いいなぁ。声、まあの成分、クリームとかちゃんと出てて、ありがとうございます。アラームの音にせかされ進む秒針に気ばかり取られて、あらんだらら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 。歌詞できてるとことかは、はい、同時に歌の設計図も書くといいかも。あ、はい、あのほら、エジラナスでアラームっていくのか、 あのハレーアラームっていくのか、はい、なんか歌の設計図ももう書いちゃっていいかもね。はい、わかりました。気の下げ、そのまま雨、街駆け抜ける楽しむだけ。うまいな。楽しみだな。なんか、青い服がいつからビオラインの前、何があってもじゃないパターンをちょっと考えてる。めっちゃ考えてるんですよね、そこ。だからそうだね。なんかもうちょっと、あの、気になるワードだと嬉しいね。やっぱ、サビの締めだから。確かに。何があってもいつからビオラインは、やっぱ、どっかで聞いたことあるような気がするから、そこが一個、普通入ると、よりいい。楽しいですよ、歌詞書くの。一人でやったことあるんですけど、なんかみんなで考えたことはなかったから。雰囲気いいですよね、チームはすごく。多分他のチームよりも順調にいってるような気がします。なんかみんな本当に個性とか発想が豊かなので、すごくやりやすいというか、あとみんな本当にいいものをちゃんと、あ、いいねみたいな、人のものだからとかじゃなくて、なんか、あ、いいねそれみたいな感じで、お互いリスペクトし合ってこう作れるのがすごくいいなっていうふうに思ってます。パフォの進めはちょっと負けちゃってます。最初どうなって。一応僕とソータ君って振り付けを今考えてるんですけど、他のグループよりもただ未経験者にいないので、そこでまず差をつけないといけないなっていうふうに思ってるので、めちゃめちゃかっこいい振りをソータ君と作って。発表できたらなって思ってます。チームワークの良さ、本当に全員の個性を全員が生かそうとしている空気を本当に感じました。それをしかも楽曲としてどうやったら良くなるかをみんなで考えているという姿勢がすごく素敵で、チーム A が輝いて見えたところはあります。レイ君はけど、やっぱ声がいいですよね。ルイ君ってどの人だ。あ、ルイ君はあれか、年少組の子だ。集中したいと思っている感じです。そう、素晴らしい。固まっちゃう。今やりすぎると。その
そう、今日一番完成っていう持ち目でいかなくて、ドリノが揃った時にガッて集めてみて歌詞を全部下げてみて、それはここ募集してねみたいな、うん、そんなパフォーマンス作れる感じじゃないのよ。そうさっき俺が言ったのが大気のさとこでさ、あの博士ロスじゃん、ドラム消しってまた考えてる、また一、ま、人もまあそこはな、やっぱりしっかりしててもな、15人の中で今回お3人落とされてやばいなと思って焦って、めちゃくちゃ手足がガクガクでした。マジでめっちゃ怖かったですね。反射するマムードラスト前の憂鬱にヘッド書かれるバループ悲しい時だってある。うまいなレイコくん、やっぱ楽しんでいたいよ素晴らしいね。風がブロー前マラサの爽快か、これが俺らのそりゃ将来さ、気がつきゃ日が暮れてお前が解放感に包まれ都会がたリズムとまべえ風に寄せれえ、もうちょい頑張ってやこの通りやるぜ、いつも通りでよ毎日自分にガッやることをそうやう気が見えてきたかな。プル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 たまらん120点。ありがとうございます。本当びっくりするぐらい素晴らしいんだけど、確かに気になっているのはこの曲の良さはその個性ある人が順番に出てきて何が起こるか分かんないところはめっちゃいいと思うし映像映えすると思うんだけど、なんかあのまだちょっとなんか切り張りっぽいかなっていう感じがする。同じ曲であるっていう何かをちょっとどっかでタグが欲しいね、そういう感じに今なっちゃってるから、あの少しだけもったいないかもね。みんなで共同作業してあの曲作るなんて初めてなんで、すごい慣れてない部分はあって、自分のことだけやりがちなんですけど、自分だけのものをやるんではなく、みんなともっともっと協力してやれたらいいなと思ってます。いいんじゃないかな。時間は。経験もね、年もバラバラだから難しいよな。ルイはいなかったけど、この後帰ってきたらまた礼服見て足並み揃えて5人で、うん、ゆっくりやっていきたいな。焦らずに、ゆっくりというよりかは焦らずに。どうなったんだろう、B チーム。他のチームのスカイハイさんの登場見てないからわからないけど、ちょっと長まそうとしてる感じもあるのかな。どういう感じであの話してたの？こうなんか夜中にみんな結構お互い降ってきた。あ、みんなで集まって話し合ってっていうよりは、それぞれの意見は意外と相手が合わせたらあったっていう。めちゃめちゃたまたま朝一で合わせたらめちゃめちゃあったっていう。あ、なるほどね。はい。ちょっとこれでちょっと一回ずっと聞かせてみるよ。タイムない。うまいなと。Everybody sing along. I don't hear the music.
リーダー的な人って誰か決めたりしてる？決めてないです。決めてない。決めてないと思うみたいなね。できたらソングライティングの経験がある、俊介とか引っ張っていってほしいと思っていて、で引っ張るっていうのが何を意味するかっていうと、俺すごい気になってるのがね、バースしか今龍平が出てきてないんだよね。あの AE のやつとかもさ、みんなやってたけど、龍平そのおここでやるのみたいなさ感じになってたし、表の世界に立ったら年齢とかキャリアとか関係ないんだけど、例えば未経験のジュノンとか、あんまり音楽作るとかやったことないよっていうランとか、実際に年齢が若い龍平とかをちゃんとやりづらくないようにさせないといけない。で、曲を完成させるっていうのって割と大変なことではあるから、そこにだけとらわれてて、いいものを作ろうという意識が今少しチーム B は欠けて見えるかもしれない。だからすごくチグハグなんだよね。全体でこうやったらいい曲になるよねっていう話を全員が満足いく状況で作れている感じはしないんだよね。ワイドのステージに立つっていうのをテーマにしてラップの歌詞書こうと思ってるんですけど、今後この合宿終わったらステージ立つじゃないですか。あ、そういうことで、だからそのステージに向けてか先のことそれは割と重ねればいいじゃん。そうだね、それはただ一つの共通点を最初見つけようって言ったのが、その仲間出会って、結局また同じところにみんなで戻ってこれる、頑張ろうぜみたいなことになるか。そこが自分の中のステージだったら、でもそのステージ、まあ先見据えすぎちゃうと結局一人突っ走ってるみたいな感じになっちゃうから、そこの感じで合わせていけたら、なんか自分の思いも入れれそうじゃない。最初の感じだと、ね、どう？いや、どん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 言っていこう。全然書けますか、ちょっと一回だから、ちょっと一人ずつ話してみよう。むずいなぁ、これなんか、どんな感じか、今、やってみてどんな感じかと、どういうことしたいかを、一回すり上げさせて、はい。うわぁ、すごい。すごい難しいなと思ったのが、そのやっぱみんなそれぞれの個性がやっぱあるし、その我もあるんで、そこをこうなんかどうまとめようかなっていうので、ずっと発言をちょっとなんかこう一歩手前で見ちゃってたっていうか、全然こうなんか悩んでばっかりで発言できないし、発言して壊すのも怖い。明らかに龍平が入っていけてないんだよね。どういうものを作るかを5人で共有できてない感じをものすごい受けたんだよね。で、俺そっち、あっちの言ってるその年齢関係ないけど、とはいえやっぱり14歳っていうのもあるから、絶対発言しづらいだろうなっていうのを前提にものを考えてほしかったなっていうのがあるかな。本当は自分がやっぱ引っ張っていかなきゃいけないなっていうのもあったんですよ。でも意外とみんなそのアイデアがポンポン出てきてる感じだったんで、けどなんかこれがね、スカイハイさんすごいなって思うのが、普通ならね、ここでね、もうね、こういうところを指摘せずに落とすんですよね、多分ね。けどそこをサポートしてどこまで成長できるかというか変われるかみたいなところも、なんかこれからグループでね関わっていく時にもそういう姿勢でいるために見据えてる感じがしますよね。じゃないとだって別にここでこんなにこういうのも相談乗らずに落としたらいいだけの話だもん。なんか親たちがこう作ろうとしてるのがすごいハッピーな、こう楽しく乗り慣れる、行く感じのやつだから、ジェズやろうってなった時にこうなんか振り回されてこううまく自分のいいんじゃないっていうのが言えなかった部分があったんで、やっぱそこはなんかちょっと自我が薄げてたというか、全員が全員常にハッピーっても絶対無理だから、3人以上の人間が集まって話してて誰かの話が通りづらいとか、誰かが言ってることをみんなが違うなって思っちゃうとか、逆に自分が思ってることを言えなかったり言っても弾かれてしまうっていうこととか全然あると思う。もやっとした時とかにそれを解決しようとするんじゃなくて、もやっとしていることをみんなで共有するっていうことができると、全然違うかなと
モヤッとした時に今モヤッとしているよっていうことが意外と大事、うん、なんか、うん、そうです、で作るの難しいなっていうのが、あ、そうだよね、あの、うん、誰が決定権持つのかとかも含めて、ね、そうです、大体なんか作詞とかするの1人か2人多くてもそれぐらいなんで、やっぱ5人で作るのって相当ハードなんだなっていうのは、そうだよね、感じました。コミュニケーションがあんまうまくなくて1人でずっとやってきたっていう面もあって、そのなんて言うんだろう、イベントとかコンテストとかも特に実績がないのも多分自分その欠点の部分でもありますし、みんなエゴが強すぎてっていうのが、まあ、まず第一ですかね、うんうんうん、主張がね強いがゆえに噛み合わないっていう感じだよね。一個だけ絶対なヒントがあるとしたら、はい、あの音楽ファーストっていうことは絶対確かなんじゃない。なんかこういう主張があってこういう主張があって、じゃあこういう風にやればいいんじゃないじゃなくて、いろいろあるけど音楽としてこの方が良くないっていう風にみんなが考えていくと、それはけど3時で勝手にいい曲になるかな。落としたこと受かったこのバランス取って決めていく差の部分でも語ってたから、はい、本当に大事にしてるところなんだろう。いや、そうですね、まあ、まず僕もその曲作りっていうの自体が初めてだったので、したことはないもん、ないので、まあ、正直ちょっとなんだろう、いろいろ分かんない部分がいっぱいあるんで、みんなで話し合いながらっていう形が一番、まあ、そこからっていうのがあったんですけど、最近ずっと言われてたことばっかだったから、そうなんだよね、なんか違う、いつもと違う形でなんか やってみようというか、うん、分かる、意識はしてくれたんだよね、意識はしてたんですけど、あの実際に作曲経験とかがある俊介とかがいるから、あの音楽的なイニシアティブをあの作曲経験がある側に渡すとか、うん、この構成って音楽的にどうかなっていうのを誰かに甘える、誰かを頼るっていうのは、うん、頼られる側にとっては信頼されているってことになるから嬉しいから、はい、甘えるっていうのも思いやりだから、うん、よくあのマネージャーに惚れられてないアーティストは売れないっていうんだけど、近くにいる人間を惚れさせる力っていうのはやっぱり必要で、最初に君がだからこの場合惚れさせるべきはチームメイトだと思うんだよね、そこに思いやりを持てないと聴いてくれる人に思いやりを持った歌を届けるっていう作業にはやっぱり届かないから、音楽聴いて楽しいなってなると心の鍵が緩くなるから、だからそれをあの出せる空気を愛してあげてほしいし、だから音楽愛してほしいっていうのはもう音楽を一緒に楽しんでいる仲間を愛してほしいっていうこととかとも近いし、良きがこう悔しかったり多分歯がゆかったり悩んだりする部分は俺たちも一緒に悩むから、まあ実際今も悩んでるしなんとかあのものすごい輝くとこまで行ってほしいので、明確な課題として一個それを与えます。わかりました大丈夫だから、はい、ありがとうございます。大丈夫、やっぱりちょっとなんだろう、頑張んないとみたいな、なんか作り上げないと、いや、そうだよね、でもつくのがなんか勝手な、なんかそれこそプレッシャーというか、ね、しかも3時の時に言われたこともあるからありますね。なんかそれをだからなんだろう、あんまり良くない意味で感じちゃってしまってたのか、難しいよな、りょうきくんは、りょうきくんでだからなんかこう甘えるというよりは引っ張っていかないとなっていう気持ちが強かったのかな。いや、素晴らしいことですけどね。いや、楽しんだもの勝ちいやそうなんですね。いや、頑張ってほしいな、りょうきくんも。うわ、なんかどんどんちょっと個人に思い入れが出てきちゃうわ、やっぱり。自分の経験がない良きが積極的にアイデアを出してチームを引っ張っていっていたっていうのはすごく嬉しい驚きでした。でも同時にそのイメージっていうのは全員が納得して共有できているものではないし、いや、もう時間ないしこれでいこうよってやってしまうのは、まあ、ちょっとクリエイティブ意識としてはだいぶかけ離れているし、他のメンバーがどう思っているのかをもっとフラットに来ている心の状態を作ってほしいなと思いました。できる限りの応援はしつつ、
まだなんとも言えないですね。ここからスタートなので、この結果できたものが良かったり、その音楽的にいい悪いじゃなくて、作ってる時に音楽楽しいなというテンションにみんなが慣れていたのならば、あの今日は本当やって良かったことになると思うけど、みんながもっと混乱して崩壊する可能性もあることなので、楽しみだな。素晴らしいと思います。何？後悔したことがしばらくして。小沢くんどうした？笑顔でやっぱいられない時もやっぱあるし。レオくん。もうザ・ファーストいつも予告がすごいんだよな。はい、ということで、この後感想を言っていきたいと思います。ピーポーインサイド。はい、ということで本日はザ・ファースト#8-1と#8-2合宿クリエイティブ審査の方を見てまいりました。ということで、いやー、やっぱりね、ちょっと今回はね、三次審査が終わってで、まあちょっと気楽に見れるかなと思ってる部分もあったんですよね。脱落とかがないから。けどまあやっぱその中でもいろいろあってね、なんかあー頑張ってほしいなーって思う人たちとかも出てきて、これが後々ねもう響いてくるんだなって思いつつ、あとそのやっぱりね難しいですよね、ああいうグループでの楽曲を作るっていうのは。だって部活とかでもね、同じ年ですら結構そのね実力とかが変わってくるだけで、まあそうチームをまとめるのがね難しかったりする中で、まあその中で実力も違えばね、あのなんて言うでしょう、年齢も違う、いや難しいなって思いつつね、まあ皆さん頑張ってほしいですよね。あともうそのスカイハイさんのねチーム B に対する姿勢っていうのが、なんかそこで落とすっていうことも本来ならできるはずなんですけど、やっぱりその先をね見据えてるからこそのああいうアドバイスっていうのはね非常に素晴らしいなと思いました。ということでね、本日もありがとうございます。これからもね皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。あとね皆さんの感想、ちょっと普通に喋ってるな今、皆さんのね、コメント感想、まあいつも楽しませていただいておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。ということでまた次回お会いいたしましょう。バイチャー。メイクマニー、ピーポーインサイド、ピーポーインサイド、インザスカイ。メイクマニー、ピーポーインサイド、ピーポーインサイド、インザスカイ。チャンネル登録お願いします。